ストリートダンスの世界大会 UDO ストリートダンスワールドチャンピオンシップへの出場を決めたのは常久小4年の日高優里選手です。日高選手は今日宮崎市役所を訪れ、清山市長に日頃の練習の様子や大会への意気込みを語った後、即興の音楽に合わせて踊るストリートダンスを清山市長に披露しました。初めての外国っていうのもあるので、本場の外国というダンスの場で相手がどんな踊りをしてきて、どんな面白い動きをしたり、どういう対応をしてくるのかっていうのがちょっと楽しみです。ストリートダンスの世界大会は今月23日からイギリスのリバプールで行われます。